せーの、ドカーン。心の中で、叫んでください。盛り上がってますか？Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今回のシングルに入ってます、ピクタクのシングルに入ってます、はい、リグレートグループという曲をお届けしました。ありがとうございます。いやね、今回の、ね、曲は3曲入りなんですけど、はい、まあね、どれも結構全然違った曲ではあるんですが、まあ、それぞれね結構、まあ、今まで結構僕たちもいろんな曲をやらせていただいてるんですけど、まあ、その中でも結構なんか新しいというか、まあ、今のね僕たちをお届けできるような楽曲になってるんじゃないかなと思います。はい、そして、はい、もう一曲ね、はい、3曲入りしたので、そうですよ。そう、もう一曲実はあるんですけど、はい、まあね、いつも僕たちのことを、ね、応援してくださってる皆さんは、最近僕たちが上げた動画を見てきてくださったんじゃないかなと思っているんですが、覚えてきたか？実はですね、次の曲は、イントロと感想と、はい、みんなで実は踊ってほしいところがあるんですよ、はいはい、3回ありますよ、ね、3回あるんですけど、まあ、結構難しいですね。はい、なので、まあね、一応事前に動画を上げたので、もし踊れるよって方がいたらね、よかったら一緒に踊っていただけたら嬉しいなと思うんですが、スピードが速いから、そう、まあ、でもね、今日もね、一応やっぱちょっと今日もちょっと軽くレクチャーをしてから始めたいなと思いますので、じゃあ今ね、お客さんの気持ちね、うん、俺言えるよ。何？踊りたいけど撮りたいな。確かに、確かに。どうしよう。そうだよね。それのこと考えてなかった。確かに。だから動画ツイッターとかでもした時に、動画がこうなって。確かに。動画どうだよ。確かに。今日踊った方がいいんじゃない？まあでも好きに楽しんでくれ。一応教えるから。でも別に動画撮ってても僕たちは別に怒んないので、わかんない、もしかして動画撮りながらめちゃくちゃ綺麗に撮れる民もいる。動画を撮りたい人は撮っていいし、踊りたい人は踊ってください。はい、なのでじゃあ、はい、一応ちょっとレクチャーしたいと思います。じゃあ、ゆじまる先生お願いします。では失礼いたします。先生、はい、右手をパーで、はい、左前にわーわーわー、で右手、左手パーで重ねて2、難しいね、もう携帯持ってるしね、1、もう難しい、片手でも頑張ろう。で、何でしたっけ、くるくるくる、あ、くるくる、1、2、くるくる、これ2カウントで、5、6、7、8、上下、はい、はい、そしたら、右手で左肩をタッチ、そしたら右肩をタッチ、左肩タッチ、タッチ、そしたら左手で右肩をタッチ、タッチ、そしたら左肩にタッチ、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 そうです。そしたらあはバンザイで、クロスバンザイで、イエイイエイです。これを続けてやるというふうにいきます。はい、5、6、7、8、1、2、くるくる、上、下、上、下、タッチ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 、バンザイ、クロス、ジャン、ジャン、これです。難しくない？難しくない。これを、イントロでこれを繰り返して、2セットやると、はい、イントロがマスターできちゃうよっていうシーンに、はい、なるほど。アウトも一緒です。アウトも一緒です。ちょっと3回目ですね。3回目できます。まあすみませんね、時間もないのでちょっと早くやったらもう曲いきたいと思います。はい、わかりました。いきますよ。はい、5、6、7、8、1、2、くるくる、上下、タッチ、ダンダンダン、もう一回、ダンダン、くるくる、上下、タッチ、バンザイ、クロス、じゃあ待って、すごい、結構いけたんだよ。すごい、すごい、覚えてるよね。これかっこいいな、みんな練習してきてくれてる。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。自信を持っていけますよね。これ一枚か間違えたんですなんか緊張するよね。何やってんだよ。圧を感じそうになるの、ね、じゃあということでね、もうラスト2曲そうラストスタートなんですが、ぜひみんなで一緒に盛り上がっていけたら嬉しいです。お願いします。はい、早速ラストスタート一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてください、アウェイキングザレッド。
にシューレス飛び出せば大人の体愛するようなスピードラララララララ I got no clue to take it back. 戻れないシンクロイシーティーブルブルに駆けてもつぶけてたんだろう息を出し尽くしてどんばかるみんなに触れ限界飛び越えろ淡い日は飛び火つけて Yeah.
ということで、はい、今日はですね、あのフリーライブなんですけど、はい、一つ、重大告知を持ってきました。これはみんな気になるんじゃないの？シュータイだよね。そう、気になるんじゃないの？シュータイだから久しぶりだからいいね。はい、行きます。いいよ。はい、チョコレートボムですね。この夏、7人で、オリジナルフルアルバムを発売します。もしかしたら2030年ぐらいだった。確かに間違いかな。まあ、まずでメンバー的に今日は発表したかったのは、夏に、4人で、ね、合成アルバムを発売します。まあ、前回サードアルバムはあのプロデュース曲を、ね、こう集めたアルバムだったので、今回はちゃんとね、そうです、あの発表した曲じゃなくて、はい、発表曲をあの入れたねアルバムを、はいはい、制作しますので、ぜひ楽しみにしててくださいっていう発表をしたかった。そのつもりだったので、そう、で発表したかったんですけど、まあね、今あの映像であったんですけど、今年のね8月30でした。31、記憶飛んじゃった。じゃあオールナイトでやるかな。やばいそのことできるのか知らないですか。なんか緊張しそう。もうなんか今あとさ、チョコもさ、サプライズ慣れしてるってきてやばい。うちのスタッフってサプライズとかしないよな。びっくりした。しない久しぶりじゃなくて、見せ物とかさ、そうチョコも食べないなとか。しかもさ、同じ理由じゃないか。フリーライブでこんなサプライズを仕掛けられることはね、すごい目に汗かいてめっちゃ泣いてる人みたいになっちゃった。いつも通りフリーライブの後は写真を撮りたいと思います。ぜひみんな一緒に写ってください。シャーネットロボでいや、びっくりした。そうね、トヨスピントってやばくない？やばい。どこだっけ？トヨスタイル。オッケー。ティクタクポーズでいいよね。トヨスピント、メソッド妥協みたいな。ティクタクポーズみんなでしましょう。これなんでね、トヨスピンのポーズする？何それ？それはトヨスピンだから。よかったら通行人の皆さんもあの写真だけでも写って。確かに見えました。確かに写真見えました。多くの人が見てた方がいいに決まってるからね。そう、確かに見てない人も写真だけでも喋り一緒だけど撮りますよ。パノラマですか？普通に撮ります。広角です。映ってます。いきます。はい、チーズ。撮った？はい、 OK OK。
OK かな。パノラマね。パノラマも撮ります。じゃあ映りたいもんね。映りたいもんね。そうだよね。だから上の人もよかった。夜中皆さんちょっと映るところにちょっと映ってください。はい、行きます。めっちゃいい。いくよ、せーの。もう動いたら死ぬからね。上で付き合うからね。死んじゃう。あ、もうこっち半分として動けない。取れたのかな。取れた。はい、よいしょ。嬉しいね。やべー、ちょっとすごい。やばいな、大きいステージで嬉しい。ねえ、いや、久しぶりですね。ということでね、また今日新たにいろいろ発表があったんですけど、はい、ちょっとね、簡単に一つだけ、もう一個だけちょっと告知させていただきたいんですけど、はい、僕たち、5月5日から、はい、ツアーを開催させていただきます。はい、誰も発表済みの出来事ではあるんですけど、はい、明日の朝10時からチケットの一般販売が、はい、ありますので、もし悩んでるような方がいらっしゃいましたら、お忘れなく、チケットの方を確保していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごい、めっちゃ大きい拍手、ありがとうございます。なんかめっちゃ聞こえた。これ団体芸なんか。ありがとうございます。はい、そんなわけでね、たくさん告知させていただいたんですけど、はい、詳細は全部ツイッターだったりホームページだったりでも告知をさせていただきますので、ぜひそちらもご参照ください。よろしくお願いします。はい、はい、改めまして、キュークロサンサインシティフリーライブにお越しいただき本当に、皆様ありがとうございました。僕たちチョコボ、5月からのツアーも、そして8月の土曜スピットも、まだまだ頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。ということで、以上、僕たちチョコレートありがとう。またねー。ありがとう。3回も3回も。はい。